どうも、愛嬌です。今日はですね、ライダーの目線で使い勝手の良いワークマンのズボンを3着紹介させていただきたいと思います。防御力とか快適性、あとはバイクでの扱いやすさとかを考えれば、バイク用品メーカーの製品を使っていただくのが一番いいのは間違いないんですけれども、ただどうしてもバイク用品メーカーの製品は高額になってしまいますので、まあちょっとどっか妥協してもいいかなっていう製品でもいいよっていう人であればですね、ワークマンの製品はすごくおすすめですので、今回ご紹介させていただきたいと思います。それではまずは1着目、はい、では1着目がこちらです。 HP003D、 商品名がボディ防風ウォームパンツストレッチとなります。サイズは SML LL 3L 4L ですね。でカラーはアッシュベージュ、デニムブラック、バンダナブラック、アンバーブラウン、フォレストグリーン、ネイビーヒッコリー、インディゴブルーと、ね、かなり広くラインナップされてますね。価格は2900円です。まず見た目的な部分ですね。表側はこんな感じで一周ぐるりとこんな感じになっています。でこちらの製品最大の特徴はですね、 140% ストレッチする素材を採用していて、とにかく、まあ、動きやすいっていうところですね。すごいね、ストレッチするんですよ。でこっちの表地の方にはストレッチニットを使っていて、で間にですね、風を通さない防風シートを使ってます。で裏地にはですね、こういう紐素材が使われてるんで、結構ねあったかいんですよ。サイズ感はですね、僕は164センチの60キロという体型で、まあチビでちょっとした小デブって感じなんですけど、今回 M サイズを借りてます。で通常僕はパンツは S サイズで、デニムとか28インチとかを着てることが多いんですけど、まあ M サイズで結構ぴったりめですね。 S サイズはね、多分そもそもかなり数少ないと思うんで、生産数自体がね少ないんで、なかなか手に入れるのも難しい気がするんですけど、まあ普通に S とか履いてる人はですね、 M サイズ履いてもらえればサイズ感的にはぴったりなんじゃないかなと思います。でも丈の長さもですね、まあ普通に普段履きする場合は裾上げしてもらった方が多分いいと思うんですよね。僕なんかこんぐらいまで余ってるんで、ただ結構裾がこうつぼんってるので、バイクで使う場合は多少こう上がっちゃうことも考えれば、まあ裾上げもそんなにしなくていいんじゃないかなと思います。ディテールの部分はですね、まずポケットはこの左右に1箇所ずつですね。で右側にはですね、このカーゴポケットが1箇所ついてます。ここはですね、こうボタンもついてますんで、ここの部分に何か入れといてもですね、このボタンちゃんと閉めとけば落ちたりする心配はないのかなと思います。あとですね、ここにね、なんか隠しポケットみたいのがあるんですけど、ここねスマートフォンがスポッと入るんですよ。でね、足の上げ下げの時とかでも、こうももの前の部分なんで邪魔にならないから、スマートフォンね入れとくの結構便利なんですよ。僕もね結構ここに入れて歩いてることが多いんですけど、ただこうポンってね飛び出しちゃう可能性もあるんで、バイクに乗ってる時ちょっとここに入れとくのは怖いかなとは思いますね。で後ろはですね、この後ろのお尻の部分ですね、ここに1箇所と、あとこっちですね、この部分に1箇所ポケットがあります。でこっちのね左側の部分に関してはこうやってやっぱボタンがついてるんで、まあちょっと落としたくないなってものに関してはこっちに入れといた方がいいと思います。あとここの部分にね、カラビナ用のフックがついてます。まあ、僕なんかも鍵持ち歩くときにカラビナにつけてるんですけど、ここにねかけとくことができるんで、これもね結構地味に便利だと思います。この生地はですね、かなり撥水性が強くて、耐久撥水処理がされているそうなんですけど、こうやって水を垂らすとね、ほら、わかりますかね？全然吸ってかないんですよ。ずっと玉の状態でいるので、このね、撥水処理がすごいんですけど、これね、この水玉。ちょっともう吸わしちゃいますね。よいしょ、こっちか。よいしょ。これただあくまで撥水であって防水じゃないので、雨の日とかに履いてっても全然濡れませんよっていうことじゃないです。
もなんかワークマンのこの超耐久撥水は結構取り上げられるんですけど、万能じゃないですね。普通に多少こう水を垂らしても弾く程度の撥水性はありますけど、雨の日に全然大丈夫っていう感じではないんで過信しない方がいいです。雨の日は雨の日できっちりレインウェアを用意してもらった方がいいですね。特にバイクの場合だと結構水が強く当たるので耐水圧的に高くないと耐えられないんですよ。なんでこの超耐久撥水に関しては、バイクで使う場合はレインウェアとしても使えるっていう意味合いじゃないんで、ここは注意が必要ですね。両脇のポケットの部分はですね、これ中が裏起毛になってて、手突っ込むとね結構あったかい仕様ですね。まあ、シンプルで細身のパンツなんで普段履きするのにもすごく便利なんですけど、まあ、風を通さないんで、まあ、バイクに乗ってる時もね前からの風とかでこう冷えることがないっていうのと、まあ、すごく動きやすいっていうのと、裏地に紐を使ってるっていうところで暖かさがある程度担保されてるっていうところがポイントですね。はい、続いての商品ですね。HP014DX、 商品名が超撥水ユーロボア防風デニムパンツです。サイズは ML、LL、3L が用意されていて、カラーはデニムネイビーとデニムブラックの2色。価格は3900円です。まあ、まず一周ぐるっと見てもらうと表がこんな感じですね。で、裏側がですねこんな感じになってます。こちらの商品は今回一番ワークマンがライダー向けに出している商品となります。まずこの表面の表生地なんですけど、これがねストレッチするのは先ほどの製品同様で、さらに防風フィルムが入っている点と、あとですね超撥水処理がされているのも一緒です。これただストレッチ自体は一番初めに紹介した商品みたいに 140% まではしないんですけども、ただね十分なストレッチ性はあります。でさらにここですね、この部分にこうシャーリングが入ってるんで、こう膝の上げ伸ばしがすごくねしやすくなってるんですよ。で、まあ一番ライダー向けになってるっていう一番の理由が、これね僕今回お借りしてるのがサンプル品なんですけど、この膝の部分にですね本来はウレタンのフォームが入ってるんですよ。ちょっとね僕今回サンプル品お借りしたんで入ってなかったんだけど、ここにね薄手のウレタンのパッドが本来は入ってます。でまあこれワーカー向けにも膝をついて仕事をすることがあるから便利っていうので入ってるんですけど、まあ、防御力としてはね極端にいいわけじゃないんですけど、1枚薄くてもプロテクターが入ってるっていうのがライダー向けのポイントですね。今回紹介するパンツの中では一番これがねあったかいんですけど、この理由がこれですね。総裏ボア、結構ねこの毛布みたいな裏ボアが全部に入ってるんで防寒性がね非常に高いのが特徴です。このこれ今外出してるんですけど、腰の部分にもねこういうパッドの袋がついてるんで、まあ、社外品のね腰の部分のパッドとかも入れることができます。まあ、結構ライダーに寄せてるので、これもね結構裾は長めなんですけど、これはねなんかねこのユーロアジャスターっていうのがついてて、これをねギュッてこう拭くと、おおこんな感じでかかとがね上がるようになってるんですよ。まあ僕は個人的には普通にだったら裾上げしたいかなとか思うんですけど、まあただね店員さん呼んでやるのもちょっとめんどくせえなっていうのも正直ないわけじゃないんで、まあ賛否あると思うんですけど、こうやって引くと一応裾上げができるようにはなってます。まあ初めから入ってるウレタンのフォームはちょっとね今回サンプルなんで入ってなかったですけど、もともとめちゃくちゃ薄いんで、まあちょっとね防御力的に過信できるかといったらそんなことはないんですけど、まあただこの腰の部分と膝の部分に入れるスペースがあるんで、まあ社外品のパッドとかに入れ替えて防御力を上げちゃうっていうのも手だと思うんですよね。でまあ防風フィルムが入ってて、この裏ボアで動かしやすいっていうところで、結構ねバランスの取れてるライディングパンツだとは思います。でサイズ感なんですけど、まあ、さっきの 4D ストレッチに比べると見た目的にどうですかね、ちょっとゆっとりゆったりしてるように見えるんじゃないかなと思うんですけど、見た目ほどねゆったりしてるっていう感じはないです。やっぱり結構この毛足の長いボアが全体に入ってるんで、まあ見た目ほどゆったりはしてないです。ただね、さっきの 4D ストレッチに比べるとまだゆとりがあるかなっていう感じはしますね。まあ M サイズ履いてるんですけど、普段 S サイズのパンツとか履いてる僕が履いて、ウエストの部分はちょっとゆとりがあるんですけど、このももの部分とかはね結構ねボアが入ってる影響もあって割とぴったりかなっていう感じですね。
最後の商品ですね、NZ022、 商品名がこれパンツって書いてありました。ただのパンツですね。でサイズは SML LL 3L 4L で、カラーはブラストブラックですね。価格は3900円です。はい、見た目の部分ですね、前側がこんな感じで、裏側ですねこんな感じになっております。こちらの商品はですね、2020年から販売されているプロコアっていうですね、プロの職人向けのシリーズですね。で、まあ現場で使うっていうことで、かなりねコストは重視で作られてるんですけど、最近ねやっぱ現場でも結構私服でもそのまま使えるみたいなものが好まれてるらしくて、その辺もねかなり考慮されて作られてると思います。最大の特徴はですね、この生地自体がコーデュラっていうすごい引き裂き強度に優れた生地が採用されている点ですね。なんで万が一まあ転倒した時とかに擦れるによる傷ができにくいっていうのが一番のポイントなんで、これはね結構防御力特化型の製品だったりします。プロテクターとかはねちょっと入んないんですけど、ただね生地自体が強いんで、擦れに強いっていうのは結構心強いですね。で、この膝とかね、このヒット部分、転倒した時に本当にガンってこう怪我しやすい部分に関してはナイロンオックス生地でさらに補強されてるんですよ。なんでね本当にね擦れとかに強いっていうのがありがたいですね。あとねお尻の部分のこのポケットのところとかも補強が入ってるんで、まあ、転んだ時とかにねお尻つきやすいじゃないですか。だからお尻とかこの膝の部分の防御力が高いっていうのがすごく魅力的な商品です。サイズ感はですねかなりタイトです。僕今回こちら M サイズをお借りしてるんですけど、もう結構ピッタピタですね。普段 S サイズを履いている僕で M サイズでもピッタピタなんで、まあ1サイズアップどころか2サイズアップぐらいで考えてもらった方がいいと思います。で生地は 120% のストレッチ生地で作られてるんですけど、なんでもともと動きやすいんですけど、さらにねこの膝の部分はこう蛇腹がついてるんで、こう曲げ下げがすごくね楽ですね。でもポケットはですねこの左右に普通に1箇所ずつあるんですけど、それと別にこの部分、ここねスマホポケットとして使えるらしいです。こっちがねメインのポケットなんですけどね、こっちにもついてるんですよ。ただまあここね入れてるとまあ飛び出しちゃったりして怖いじゃないですかっていう人はですね、こっち側にファスナー付きのポケットもちゃんとついてるんですよ。でこれちょうどね前のもも側に来るところなんで、ここにねスマホは全然入れといて大丈夫だと思います。実際僕ここにスマホ入れてバイク乗ったりもしたんですけど、全然大丈夫でした。動きにくいとかも一切ないんで、ここねスマホ入れとくのにすごくおすすめです。カラビナ用のループがやっぱりこれにもついてるんで、この部分にね鍵とか引っ掛けとくことができます。後ろのこのポケットもですね、これボタン付きなんですよね。バイクはちょっと飛び出しちゃうのが怖いところがありますけど、このねポケット両方ともボタン付きなのがすごくいいですね。後ろ側裾の部分がかなり絞り込まれてて、まあ、裾分けしなくてもね履けちゃうんですけど、僕まあ低身長なんでね、ほとんどのパンツは裾分けしないと合わないんですけど、まあ、これだとね大丈夫なんですよ。でねこの足首の部分がちょっとね一部ストレッチニットになってて、これがねキュッて締まる感じなんで、履きやすさもねすごいいいんですよ。あんまりこう裾が締まってるとちょっと履くの大変だったりするんですけど、このストレッチニットになってるおかげでね脱ぎ履きがすごい楽なんですよね。はい、というわけで3着紹介させていただいたんですけど、一番最後に紹介させていただいたプロコアに関してはですね、実はセットアップで上もあるんですよ。まあ G ジャンみたいな感じで、前はこうやって普通にファスナーで締めるジャケットなんですけど、これもねコンセプトはやっぱ同じで、コーデュラで作られてて、結構ねあちこちにこう補強が入っていたりとか、あと生地自体もストレッチするのと、この腕の部分とかにやっぱりこう蛇腹が入ってたりするので、これもね結構使い勝手いいと思いますね。結構上半身もポケットとかがいっぱいついてて、全部こうファスナーで締めれるようになってるんで、バイク乗っててね落っことす心配がないんですよ。で今回紹介した製品の中でもですね、このプロコアのブラックエディションに関してはこれめちゃくちゃレアものらしいです。かなりね今期は生産数がどうしてもコロナの影響とかもあって少なくなってしまったっていう風にワークマンの担当から聞いてるんで、もしもね店舗でこのプロコアのブラックを見つけた人は早めに
買った方がいいと思います。相当運がいい人だと思うんで、これはねぜひにとも買ってほしいです。これ価格の割にめちゃくちゃよくできてるんで、これはねまず本当におすすめです。で、4Dストレッチに関してはこちらはですねもう定番商品で、ワークマンの中でもね売れ筋の商品なので、結構ねこっちは在庫があると思います。ただ色の展開が多いので、自分が好きな色が欲しいっていう人は 4D ストレッチでやっても早めに買った方がいいと思います。ライディングパンツはねちょっとこれも生産数がそんなに多いわけじゃないので、まあ、デニムのあのライディングパンツも、まあ、欲しいなって言った人は早めに買った方がいいのかなと思いますね。なんで 4D ストレッチ以外はね意外とちょっと品薄の影響もあるかもしれないんで、その辺は気をつけてもらった方がいいと思います。まとめると、まずこのプロコアは結構防御力重視の製品です。 4D ストレッチはストレッチ性と温かさがバランスされている製品で、でライディングパンツに関しては、まあ、中は裏ボアでとにかくあったかいっていうところがポイントで、あとはプロテクターがね入れられるのがポイントになります。今回の動画が少しでも参考になったという方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。あとねコメント欄開放してますんで、ちょっと僕の説明で至らなくて分からなかった点があるという方はですね、ぜひコメントの方いただければと思います。今のところね全部返信させていただいています。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。